お久しぶりになるのかな、わかんないけど、だいぶ久しぶりかな。あ、そんなことはないか、ゆうなとやってからかぐらいだから、そんなことではないのかな。今日と明日は何もないのでゆったりです。ちょっと髪の毛伸びてきたからこれできるようになった。そう、今日と明日は何もないのでゆったり。あ、中学卒業おめでとうってきた、ありがとう、ありがとね。ウムシギンさん、クッキーありがとうございます。本当にこれから私はゆったり毎日過ごしていける。すいません、あの窓を開けてるもんで外の音が、バイクの音が通りましたけど、アリーさんレインボースターありがとうございます。大好きだよ、ありがとう。リハ4日連続でめっちゃきつかったです。私一番きつかったのが3日目なんですよ。3日目で、あの3日目の時が一番きつくて、マジで足がパンパンで歩けないぐらいだったんですね。そうで、本当に歩けなくて、もう本当に痛すぎた足が。でそれで、あの帰ってきてお風呂入って湿布貼ったらめっちゃ良くなりました。マジでしんどかった3日目が一番。眠たかった、一瞬で寝ましたね3日目の時は。何かがいる世界は花粉大丈夫、大丈夫、花粉大丈夫。本当に足痛くて、もう携帯でスマホでダンスしたら足が痛くなるみたいな、痛くなるみたいなことを調べたんですよ、痛すぎて本当に。そしたらそれをずっと頑張って無視して頑張ってると疲労骨折をするみたいなの書いてて、はぁみたいな、やばいやばいと思って、そうなんだと思ってめっちゃびっくりしたんだけど、でもまあそこまでではないから、悲鳴を上げてたそうです体が。頑張った私の足。こんばんは、こんばんは、こんにちは。明日はハンちゃん、そう、ハンちゃんの生誕祭やった。昨日のラジオもお疲れ様、お疲れ様。昨日のラジオも元気いっぱいモリモリで頑張りました。休むのも同じ、そうだから、今日と明日休みだからもう最高って感じなんですけど、まあ家でダンスの練習します。ゆるちゃんと仲良くなりましたよ、結構これから喋りかけます。かきもちさん、クッキーありがとうございます。虫芋食べたくなった、あ今日食べたんですよ。あのメール送ろうと思ったんだけど、あの送れなくて、ずっと本当にもうね、もう空っぽなんだけど、ここに蒸した芋が4個ぐらい、5個ぐらい入ってたんだけど全部食べちゃった。同じ日に卒業しました、卒業でした、あーおめでとうございます。学校もないもんね。そう、昨日一応 WBC 見ましたよ、 WBC 見てた、お母さんと一緒に見てたんだけど、カキ勝ってましたね、めっちゃ圧勝でしたね。韓国と日本が対決しててめっちゃ圧勝でしたね。HKT48 全員集合って小田ちゃんにリンクのように、そうなんです、小田さんに見てもらいまして、
すごい的確で合ってるなと思いました。私にすごい合ってることを言ってくださったのですごいと思ってびっくりしましたね。藤谷さん、これマシュマロかな、わかんないけどありがとうございます。いっぱい嬉しい。ゆいちゃん、クッキーありがとうございます。わあ、ゆいちゃん、パンダの1ありがとうね、いっぱいありがとう。かわいいパンダ1、こんにちは。あの天神ドーンっていうラビリンスのゲームがあるんですけど、それの10位以内に入ったら天神に私の画面が乗るので、よかったらラビリンスのゲームやって、私にリクエストチケットをね送ってくれたらいいなって思います。お願いします。皆さんね、私がねランウェイを歩けるようにたくさん助けてもらったので、まあ、そこまでこれ天神のやつは そこまで前のランウェイぐらいまでは別に、ね、おねだりっていうかするつもりはないんですけど、皆さん本当に助けてくれたし応援してくれたので、なのでそこまで無理しなくてほしい、無理しないでほしいんですけど、まあお願いしますっていう気持ちだけ伝えときます。来週はついにニックちゃんの女くし会、そうだよ、女くし会だよ、楽しみだね。ラビリンス投票してますよ、ありがとう。かけもちさん、ありがとうございます。なかなか結果に繋がれなくて本当申し訳ない。全然です、本当にランウェイ歩けるだけで私はすごく嬉しいし、なので大丈夫です皆さん。こうちゃんさん、こんにちは。みんなね接戦なんで、ずっとりんかちゃんリクエストします。ありがとう、みんなありがとうね、そう聞けるだけで嬉しいわ。もういないかと思った、そんなに。ランウェイの練習とかもしてるの、たまにね道歩いてる時にちょっとイメトレしてる。固定コメント超重大イベント、吸収するのも、あ、マジで、あ、ほんとだ、ダメだ、違う。じゃあ今度はラビリンスリクエストチケット私に投票してくれると嬉しいですにしました。お疲れ様、仕事で気づかれた、お疲れ、本国くんお疲れ。今日髪の毛こうしてるのはただ単にアイロンするのがめんどくさかっただけだからこうしてるだけです。配信終わったらすぐにメイク落とします。可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん。あー、リハのラインの流れめっちゃ全部えぐっちゃんから、おー、外がえぐっちゃんから、カレンレンからね、どっちともラインが来まして、あーと思って申し訳ないと思った。 LINE を返しました。今日休み日やった、そうだよ、お休みの日だからメールいっぱい送ろうと思ったけど、何送ればいいか分かんない、逆にメールだから。街中でモデル歩きをしてるリカちゃんそうだよ、たまにちょっと意識したりしてる。スケスケ旅立ちの日に歌って、旅立ちの日はね小学校歌って、中学校はラッドウィンプスさんの正解、あー答えがあるといいばかりを教わってきたよ、そのせいだろうか、僕たちが知りたかったのはいつも正解など、まだ銀河にもないの曲歌いました。
髪の毛、あーやだ最悪。そうの曲歌いました、わかるかな。めっちゃ結構感動モードで泣いてる子も結構いました。私は泣かなかったけど、ぬかくんありがとう。キッキーほこくん卒業しました、写真なんか可愛かった。あのその卒業のツイートなんですけど、なんかマネージャーさんに制服ダメだよって言われて怒られたんで消しちゃいました。なのであれを見られた方はラッキーです。でも 1.2万回もう見てくれたので、誰かが 1.2 万回も再生っていうか再生っていうか見られたんで、まあ結構な人見てると思うんですけど、まあ見れなかった人はまあかわいそうって感じなんですけど、そうダメって怒られたからさ。だって高校生のさ人たちもさ卒業しましたって開けてたからさ、いいと思うよ。そしたらダメって言われたから、個人情報だからダメだよって言われました。だからまあ見れた人はラッキー程度に思ってくれたらいいと思います。本当だ、引用について聞いてる。そうごめんね、もう見れた方はラッキー。4月から19か、そうだよ JK 早いね、時の流れって早い、本当に本当早い。セーフラー服で呼ばれるんかね、それな。セーラー服の学校ってあるっていっぱいって思ったけど、まあ従うしかないので。高校生のリンリンリンク楽しみにしてたよ。そんな変わらないと思うけど、まだ銀河にもなかでうんふんふん、制限時間はあなたのこれからの人生、答え合わせは問題用紙はあなたのこれからの人生、答え合わせは答え合わせの時にはもう時に私はもういない、だから回答用紙はなんだっけ、よーい始め、回答用紙はあなたのそれの自信祭、答え合わせは私答え合わせの時に私はもういない、だからさやかとみなちゃんリンカのゲームのやつ見てありがとうございます。あの時の顔のビジュアルが最悪すぎて、私あの時めっちゃ肌荒れてるんですよ。だから最悪すぎて見たくないんですよね、もう。だから私これ多分これもねフィルターかかってるからね、詐欺ってるんですよ私、詐欺なんです、これが本当の私、これが何もしてない私なんです本当に。だからあの時の私は本当に美女が最悪すぎて本当に無理なんです。だからごめんなさい、これが本当の私です、何もかかってません。あれあこうかも、こうでした、顔も詐欺ってましたね。本当の顔の大きさやばい、ブスだ、顔でっかい、めっちゃやばい、こんくらいにしないとなんかほっぺたやばくない、これこのやばくない、
やばい、めっちゃ顔ぶっとってる。痩せます。頑張って痩せるね。頑張って痩せます。小顔マックスにしたらこれ、あれそんな変わらんくない？あ、変わってるか、さすがにね。あ、そんな、あ、そんなじゃん。痩せ顔にしたらやばい。これやばいね。これ錯覚落ちるって、これ。錯覚落ちるよ、これ。気持ち悪いでしょ、逆に。やばくない？痩せ顔やばいわ。ちょっとつけさせて、さすがに。ちょっとごめんね。ちょっとさすがにつけさせてもらっていいですか？あの、肌は何もついてないので、本当にすいません。これだけお願いします。顔はさすがにちょっとつけさせてもらって。まあ、公園に来たらね、私の顔の大きさがバレるんで、まあ、あれなんですけど。肌はね、最近ちゃんいいから。全然。あ、ここ大変かな？おでこもここら辺だけ。あとは全然。時に私はもういない。だから最低基準は。中学生の時にラストあるのが、そうだよ。ランウェイラスト。すっぴんの時のリンリンリンカも結構好き。マジで嬉しい。で、今度まあ何かあったらすっぴんでします。すっぴんの時はさすがにあのフィルター付けさせてもらわないと、あの、私本当にブスコなんで、すいませんね。まずまずそこまでね、顔がでかいからさ、もっと顔ちっちゃくしないといけない。顔ってどうやって痩せんの？顔痩せマッサージみたいなさ、するけど、脂肪吸引したいね。そっちの方が早くない？手っ取り早い。脂肪吸引した方が早い。ロナニカちゃんでも好きです。ありがとう。ちょ、ごめんね。私の、あの、普段のフィルターに戻させて。ごめんね、ちょっとごめんね。本当に普段のフィルターじゃないとなんか私はおかしくなる画面が。どれだっけ、これか。あれ変わんなく、あ、なんでなんで、あ、これだ、これでした。戻った、私の画面が。ボリュームしたいね、痩せたいよね。私骨ストなんですよ。骨格ストレートなんで、あの、まずくびれができないんですよね。くびれがそんなないやつ人なので、どんだけ痩せてもくびれが全然できないんですよ、ホネストなんで。そうだから、それはちょっと悲しいんですけど、カレンレンと一緒のホネストなんですね。だから二人でいつも痩せないよねって話してます。なんかすごい太って見えるものはすごい太って見えるんですよ。それが同じなんです、カレンレンと。その洋服を着るときに全然そんな感じじゃないのに、めっちゃ太って見えるときがあるんですよ、その洋服のタイプで。それで二人で、え、これやだねとか、これめっちゃ太って見えるねとかお互い言ってるんですけど、そう、めっちゃ太って見えるときは太って見えるから悲しいんだよね。でも足は細いんです二人とも。自分で言うなって感じなんですけど、カレンレンマジ足細くて、特に足首超細いんですよ、あの子。なんかわけわかんないぐらいに足首超細くてびっくりしたんです、初めて見た時。最低基準はこれから人生答え合わせの時に私はもういない。だから最低基準よ。はじめ、かわいい、ありがとう。来週はリンカちゃんとお話しして、その2週間後にはコンサートでリンカちゃん見れるさ。来てくれるんだ、嬉しい。私的には、あ、でも夜も昼もすごい素敵なんですけど、コンサートの
内容的には。だけど私は昼も楽しみだし、夜はちょっと悲しいかな、まこさんがさ卒業されちゃうから悲しいんですけど、夜も楽しみだけど、私は昼一個緊張する曲があって、夜も一個緊張する曲がある。まあどっちもどっち同じなんだけど、だから昼はちょっと楽しみですね。昼は多分楽しみにしててほしいなって感じ。夜も楽しみにしてほしいけど、昼かなって感じだったでしょ。時に私はもういない、だから最低基準があなたのこれからの人生。先生に褒められた、そうなの、先生に褒められたの。先生っていうかその監督さんみたいな先生にも褒められたけど、マリアさんにね、昨日通しリハだったんですけど、私が踊った曲でマリアさんに褒めていただいたんですよ。いっぱい練習したでしょって、すごい上手くなってたよって言われて、やばいめっちゃ嬉しいと思って、めっちゃ嬉しくてもうにやきが止まんなかったですね。マリアさんに言われるの超絶嬉しくて、私マリアさんのダンスって本当魅力的で、なんか引くんですよね、目を引くダンスで一番目引くんですよいつも。なんでそう、その尊敬してる人にね言われるとすごい嬉しくてにやけました。4月1日とか夜も最後まで出演できるようになるよね。そうだよ、出演できるよ。できるよ。最低基準は、答え合わせの時に私はもういない。だから回答用紙は、ちょっとごめんね。ちょっと爪がさとんがってるのが気になったから、ちょっと爪切りさせて。ごめんね、配信中に爪を切るね。アイドルなんていないと思うんだけど、危ないからごめんね。ソリー。褒められてもっと伸びてる、そうそうなの、私特に褒められるまで頑張り続ける人なの。足が痛い、今日ね半ズボンなんです私。ほら上は長ズボンで下は半ズボンなんです。普通にあのめんどくさいんで着替えるの、ちょっとだるぎみたいな感じなんですけど、マジでちょっとコンサートの曲口ずさみそうになる。やばい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 。リンカちゃん、わし昨日誕生日だったのね、祝ってほしいぞ。おー、テスってすさんか、ハッピーバース。あ、画面録画してください。いいですか、準備いいですか、画面録画してくださいよ。いきます、3、2、1。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Testesan. Happy birthday to you. おめでとうございます。おめでとう。これからもいい一年にしてください。おめでとう。はーい。で見て、この前までさこのね茶色のねマカロンみたいなねこのクッションしかなかったんだけど、新入りが追加されたの。
やっぱさ、こっちはさ、なんか綿がもう固まってきちゃって、なんかダマダマになってるんだけど、中でこっちは全然もちもち最高。新入りちゃんが入りました。今これとこれ、こっちしか最初なかったけど、こっちが入ってきた。めっちゃふわふわ、こっちの方が。そう、カットまで入りました。カット、セルチョッカーハムだ、セルチョッカーハムリだ、なんちゃらこんちゃ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 ん、セルチョッカーハムリだ。もちもちリングちゃんと一緒、全然。頭の上をしてきたらもう最悪、髪の毛くくり直さないとか。次のパズドラ出てね、パズドラ出たいのにさ、全然出ないんだけど。声ありでさ、出たいんだけど、声あり。リンカ服自分で染めたの？染めてないよ、これ。そういう服だよ、自分で染めてないよ、そういう服だよ。もともとそう思ったら毎日ね、リンカのこと褒めてる気がする。韓国だと通訳してる、そうだよ、韓国だとそういう歌詞になるんだよ。セイヌチュ、セイヌっていうのがお誕生日みたいな意味です。セイヌチュだから、セイル、セイルですとか言うんですよ。セイチュッカーハリダ、誕生日おめでとう、お誕生日おめでとう、お誕生日おめでとう、お誕生日おめでとうって感じってこと。違うけどね、途中は違うよ。お誕生日おめでとう、お誕生日おめでとう、なんちゃらこんちゃらさん、お誕生日おめでとう、誕生日おめでとうって感じです。あ、じゃあみんなさ、なんか届いたみたいな、届いたっていうかだいぶ前だけど、まあ届いたみたいな雰囲気言ってたから、さすがに届いたなら、まあ、私も紹介しないといけないんじゃないかっていうことで紹介したいと思います。じゃじゃーん、これみんな持ってるでしょ。持ってなかったらまあダメなんだけど、ダメじゃないよ、持ってなかったらダメなんだけど、まあダメではないけど、まあじゃーんって感じ。じゃーん、私がいるんです、ここに。この私はなんか眉毛までピンクっぽくないですか、これ。眉毛見たら分かると思うんですけど、眉毛までピンクっぽい感じがする。私だけ？それはアクスタ、私アクスタ初めてなんですよね、あのグッズとして持ってるのが初めてで、すごいこんな風なんだと思ってびっくりしました。みんなさ、なんか街中とかでこうやって写真撮ってんじゃん。うちもこの自分で推し活しよっかな。今日はここに行ってきました、テクテクテクみたいな感じで。そしてこちらもございます。袋に入れっぱなしなんですけど、ちょっと開けてみましょう。自分のキーホルダーなんです。ティッシュのやつはもらわなかった。あ、もらわなかったです。そうなんですよ、もらっていいよって。あ、もらわなかったんですよ。そう、これはもらいました。じゃじゃーん、かわいくない？自分がじゃなくて、あのこのキーホルダーがなんかいい感じ。え、これかわいい、これすごいよね。皆さん、私を大切にしてあげてください。なんかこれ不安定、すごいカチッてはまらないんだね。落ちちゃうよこんな、ほら。はーい、こんな感じ。私が3人います。どれがアクスタでしょう。てってけだよ、てってってたんたんのとこです。好き好き好き。
可愛くない？ドッドド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 ドン。まあ入れときます、袋に。これはパッ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 。かわいいよね、グラグラする。ほら、あー落ちるよ落ちる落ちる。あー、こんな感じ。ここはね、リンカおうちって入ってんの。 HKC48。 まあこれは大切にしてあげてください、本当に。かわいいので、かわっちいので大切にしてあげてください。まあそれだけです。他はあとおばあちゃんとかにあげちゃったん。おばあちゃんとかにあげたりしちゃったりしました。可愛くてごめん、生まれ落ちちゃってごめん。気になっちゃうよねごめん。リンカちゃんのジャンを届けた。そうね、じゃんけんぽいのやつね、多分そうだよね。恋はいたずら天使の尻尾、ふわふわなふわ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 。え、ちょ、これ良くない？あの、この下の良くね？これ私の前の家なんですけど、前の家っていうか、まあ今もあるんですけど、兵庫県の家なんですけど、髪の毛切り終わった直後、めっちゃお姉ちゃんに撮ってもらったの、これ。めっちゃ良くない？尻尾やりたい。今日はどこもお出かけしない。藤子がこれから自信がいるんだ。あ、頑張れ藤子子。私は家で頑張ります、すぐメイク落として。 We can make it I'm so yeah yeah We can make it I'm so yeah yeah。 リンカがダンス踊ってるの見せたいけどさ、他の子も映ってるから本当だな。今ダンスのやつ見てる。でも最近ちょっと寝てるよ、めっちゃね、最近ね、めっちゃ眠たくなるからめっちゃ早く寝てる。めっちゃ早いよね。のめっちゃ早くはないけど、めっちゃ早くはないけど、まあ寝ます。春子の新書楽しみにしてます。めっ
ちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。It's you and I, best of not 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 the two kind of friends. What was that? Now she can get one more thing to one. No, no. Woman, woman, let's go. Dance it down, and nothing down. Hands up, room, and then stand up. You can higher, higher. To the bar, return on the fire. Move on the gossip. What da da da? Running boom boom like super sonic. Totally, 春服に変えてない。全く春服に変えてないです。全然春服じゃないですね。キャパパ女好き、ラブラブです。ブンブンブン、なんかスーパーソニック、わたたわたた、たんりょん、難しい写真がいっぱいござんすね。プールでバドするんだけど、プールサイドめっちゃ暑いよね。知ってる知ってる知ってるよ。ぼやぼやぼやの No I got the feels ぼやぼやぼやの I'm so curious What's gonna keep it blue Let 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 them Touch don't do I can't Inside it's so yes Got to hear the summer fry Fix it and I'll stop on mine Gotta hit bullseye Shoot Let it get a fight Baby I'm right カルリオンのふざけんな次のトンのキュー可愛くてごめん。じゃあちょっとそろそろ終わろうかな。まあ短い間だったんですけど、そろそろダンスの練習もしないといけないので、家のこともしないといけないし、はなちゃんがそれわかんないって言っていたから教えてあげて。どういうことですか？何が分からないでしょうか。みかちゃん、泳ぎは何が得意？やっぱりクロール、私バタフライが得意で、バタフライが一番早いです。カチできるよ。マジックナックのやつね、機会があれば、まあ、一緒にやりたいなと思います。じゃあ男女やめます。13位ハッピーさん、ありがとう。ハッピーさん、ありがとうございます。ハッピーさん
さんありがとうございます。ジニー藤谷さんありがとうございます。 JG ひよさんありがとうございます。10位あおいちゃんさんありがとうございます。9位にしぷーさんありがとうございます。爪が割れてることが今見えた。8位岡さんありがとうございます。7位はぎまいさんありがとうございます。6位ほこくんありがとうございます。5位よしぼうさんありがとうございます。4位かけもちさんありがとうございます。3位びょんどくさんありがとうございます。かもさりだ。2位ちやなぐさんありがとうございます。1位アリーさんありがとうございます。ありがとうございました。みんなこんなお昼まっただかの中、お昼まっただ中のねなのに来てくれてありがとうございました。嬉しいです本当に。またいつかちょっと時が経ったらやろうかなって思いますので、時が経ったらやります。そうだ、来週ね、会える方は来週会えるので、そこでお楽しみにしましょう。ということで終わりたいと思います。バイバイ、ありがとうね。バイバーイ。